サンミシェル橋はフランスのトゥールーズにある橋である。サンミシェル橋とも表記される。全長は326メートルである。福音は26メートルである。市内を流れるガロンヌ川が二股に分かれる地点に架けられている。1959年に建設が開始され、1962年に完成された。夜のサンミシェル橋をこの橋は、 土木技術者のウジェーヌ・フレシネが裁判人に設計したものである。傾斜足は下に行くに従って細くなっている。橋の形式は PC 型ツエラーメン橋である。この橋が架橋される以前には19世紀中頃に建設されたおよそ7.5メートルの福井を持つ四連中鉄製アーチ橋が架橋されており、この急橋の架け替え橋として建設された。 この橋の建設に関係したジャン・ミューラーは、傾車客によりアーチ作用を利用した成功例であり、美しい構造美を示していると評価している。首都高速道路公団の関敦氏は、橋全体に貫かれた優美な曲線は、従来のフレシネの橋には見られなかったものであるとコメントしている。上流にはポンヌフが、さらに上流にはサンペール橋がかかっており、下流には クロワドピエール橋がかかっている。東側では、アレポールフィガという路地に接続しており、西側では、アレシャルルドフィットという路地に接続している。ありがとうございます。